どうも、ハチッコ TV チャンネルのゆうきです。今日はついにラスボスと対戦します。勝ってきました。おてんびちゃん、これはちょっとね、車の中で飲みました。ポテトです。スタンバイをね、ちょっとね本気で挑まないと負けるんでね。そしてうまさ盛りすぎー、ヤックスアメリカンバーベキューのビーフ、ついにラスボスとの対戦でございます。そう、これね、この間ですね、でアメリカンデラックスバーベキューのチキンを食べた時に、なんていうんですかね、分厚すぎてあれだなという話をですね、メンバーのザキ君にしたらですね、これ反対側にしたら食いやすいよという話を聞いたので、も今日は反対側にして食いたいと思います。ちょっとまず開けます。パンがあって、卵、ベーコンで、パンで、その下にビーフがあって、野菜が入ってパンがあるということですね。え、これを反対にするってどういうこと？反対にするってことで、こういうことらしいんですけど、こうですね。ちょっと一口いただきます。どう食おう。あ、食いやすい。あ、うんめ。これうめ。これものすごい裏ですよ。裏返して食いやすい。多分この分厚いバーガーって全部いけるんじゃないかっていう話だったので。いやー、うまかったー。ちっちゃな野望でしたが、全部達成しましたよ。イエーイ。いやー、でも裏返す作戦マジで食いやすかった。これが大きいバーガー、ハンバーガー、ちょっとこう裏返してくれたと思います。でもね、全部美味しかった。それぞれ個性があって、同じね、アメリカンデラックスバーベキューでもチキンとビーフでも全くね、やっぱ違うし、うまいなーって思うシリーズでしたね。見事無事に4つ制覇いたしました。最後までご視聴ありがとうございます。次回の動画でお会いしましょう。またねー。